はい、こちらの質問答えていこうと思います。質問、配信者になったきっかけは何ですか？教えていただけると嬉しいですとのコメントいただきました。ありがとうございます。配信者になったきっかけ、ノリ、その場のノリ、嘘失礼いたしました、その場のノリではございません。嘘です、私は切り抜かないでください、すいません、嘘です。そうだな、配信者になったきっかけで言うと、昨日もちょろっと言ったっちゃけど、いろんな人とラデンが思う面白いとか好きっていうことを共有したいなーって思ったっちゃん、美術であったり落語であったりとかねっていうのもあり、あとはコミュニケーションツールとしての配信者にめちゃめちゃ興味があった。コミュニケーションツールとしてのなんやろ、そのね、一対複数人のコミュニケーションに難しいな、めっちゃむずいなこれ。あんまり言うと怒られますのでまあその配信者とか、バーチャル YouTuber 文化に関して研究をしたくてですね、まあ、配信者になったっていうのがでかいかなと思っております。ちなみにですね、配信者とかバーチャル YouTuber 研究って今結構進んでるの皆さんご存知ですか？最近ではね、お名前はちょっと今ここで出すの控えさせていただきますが、VTuber から哲学を考えるっていう人がおんしゃったりとか、あとはアバター論みたいな感じで VTuber を捉えていらっしゃる方とか、あとはね、仮面師、その能面もそうっちゃけど、面をつけて何かを演じるっていうことに対する能面師の文脈であったりとかっていうので、いろいろ研究が進んどるじゃん。そうで、その研究をラデンもちょっと興味があるなと思って、研究者、まあ、外からいろいろ見て書くのもいいっちゃけど、実際に自分が体験してみて、その体験をもとにいろいろ研究するのが面白いなと思って、やってみようと思って、迷ったらやってみようと思って、死ぬほどバイトしてパソコンとか買ってやりましたねっていうのが配信者になったきっかけかな。まあ、結論といたしましては、昆布が美味しいから配信者になったということで、次行きたいと思います。